どうせすぐ忘れられるなだ。そしてね、おい、あんた、なんかクレイモアが探してたぞ。どこで？ああ、町の裏手の森だよ。ありがとう。いた？あ、一人か。はい。違った。俺を助けてくれたって。ああ、気にするな。でも、見ず知らずの俺に宿代まで。親切心だよ。元来心が優しいんだ、私たちクレイモアは。それに、お前が気に入った。違う！お前、クレイモアじゃないな！クレイモアは自分たちのことをクレイモアって言わないんだ。そう、そうなの。これからは覚えておくよ。まったく勘のいいガキだ。だが手に入れればこっちのもんだ。さあ出てこい。通ってきたのは分かってるんだ。依頼があったんだろ。この俺を殺せとよ。おっと、それ以上動くな。お前の速さは分かってんだ。一歩でも動いたり妙な真似をすれば、このガキの首をかき切る。まずはその剣を捨ててもらおうか。私たちに人質が通じると思っているのか。ああ、思わなかった。昨日まではな。だがお前がこのガキを大事そうに抱えて町に現れた時に考えが変わったのさ。このガキなら人質になり得ると。え、半分妖魔だと言ってもクレイモアだって元は人間だ。人間だった頃の思い出は消えるもんじゃない。そうだな、例えばお前には弟がいてこいつに似てるとかな。どうだ、当たらずとも遠からずってところだろう。ほら、動いてみろよ。このガキもろとも殺せるもんなら殺してみろ。これでいいのか。本当に捨てやがった、バカなやつどんだ。エマーといえども内臓を貫けばな。ねえ、大丈夫？大丈夫なの？ごめん、俺のせいで。勘違いするな。お前のために剣を捨てたのではない。あの時お前もろとも切ろうとしても奴はお前を殺して逃げおおせただろう。私は奴の逃げ足を封じ、確実に殺せるチャンスを作っただけだ。それでも助けてくれたのは同じだ。父さんたちを食った妖魔だって倒してくれた。父さんや母さんが殺された時もずっと怖くて、でも怖くないふりして。ありがとう、感謝してるんだ。本当に俺は
絶対にあんたのことは忘れない。それだけ言いたかった。捨てられたのか、村に。違う。俺は妖魔なんかじゃない。料理はうまいと言ったな。よし、料理番としてならついてきてもいい。お前が落ち着きたいと思う町まで一緒に来るか。そうだ、名前。ねえお姉ちゃん、名前教えてよ。ねえ、クレアだ。クレア。最後の願い、最後の祈り、共に生きた証のため。次回、黒の書。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。